あの先生、そもそも太く短く生きたら良くないですか？ぶっちゃけ好きなものをたくさん食べてそれで早く死ぬのならそれでいいでしょ？それは違う。勉強不足だ。え？確かに短くても好きなように生きる方が幸せだという人がいる。だがそういう人は食事を少なくするといかに幸福な生活を送ることができるのかを知らないだけだ。そもそも健康長寿はこの世のどんなものよりも素晴らしいものだ。どんなに多くのお金や愛人を手に入れたとしても病気で苦しむようでは全く幸せではないだろう。確かに。若い頃どれだけ元気で活躍していても老後になって病気になり寝たきりの生活になったら自分の人生はなんて不幸なんだと感じるはずだ。いいか、映画と同じだ。晩年の健康状態が人生の幸不幸を左右する。今が良ければいいなんていうのは頭が悪い人の考え方だ。それだとバッドエンドになってしまう。